チームの勝利を願ってやまないサポーターの声援がスタジアムを包み込んでいます。素晴らしい雰囲気の中始まる今日のゲームです。この時間は京都サンガ FC 対アビスパ福岡、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが本日は晴れですね。両チーム過ごしやすい中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。京都は 4-3-3 のシステムですがどうご覧になりますか？そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくっていうことも一つの狙いですよね、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。京都のキックオフでスタート。京都サンガ FC 対アビスパ福岡、エキシビションマッチをお届けしてまいります。やはりこの序盤先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどもね、思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。一味さあフリーだ、中央上がっていきます、ボールがつながる、シュート来た、先制京都。素晴らしいタッチからゴールにつなげてきました。いいシュートでした。これはトラップからのシュートへの流れが完璧でしたよね。クオリティの高さを見せてくれましたよね。さあ京都、この早い段階で先制しました。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね、チャンス、シュート、豊川、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。シュート、あー、これはクロスバーよりわずかに上。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。八千田、井上、平戸、八千田、右サイドから上がります。一旦前を取る、中上げる、ここはディフェンスの対応。山岸、スルーパスを出す、ボールが収まる、佐藤、これはいいディフェンス。シュート、あー、これはクロスバーよりわずかに上。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。八千田、井上、
平戸、八千田、右サイドから上がります。一旦前を取る、中上げる、ここはディフェンスの対応。山岸、スルーパスを出す、ボールが収まる、佐藤、これはいいディフェンス。平戸、八千田、右サイドから上がります。一旦前を取る、中上げる、ここはディフェンスの対応。山岸、スルーパスを出す、ボールが収まる、佐藤、これはいいディフェンス。ルキアン、ここは笛が鳴ります。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。さあ狙える距離です。ここで追いつければ試合の流れ変わるかもしれませんよね。こぼれた、これは読んでいました。ここで受ける、八千田、松田、八千田、一味、裏を狙っていきます。シュート、キーパーセーブ、素晴らしい反応でした。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。決定機を阻止しました。これはキーパー、長いボール縦に入れます。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半終え1対0。